ートーベン作曲ロマンス第1番都庁長作品40バイオリンは山口博之ロマンス第2番都庁長作品50バイオリンは篠崎文則2番フィッシャー式 NHK 交響楽団の演奏でした。これね2つある意味では対照的なね、都庁長の方1番の方はですねバイオリンソロが10音とバイオリンっていっぺんに和音を弾くことができる、はい、和音の効果っていうかね、弦楽器のソロであるけれども2つ以上の音を出すことができるということによる、魅力を作っている長調のもう一曲の方は伸びやかに歌うっていう歌の魅力を精密にですね、はい、作って非常にそれぞれの曲の特徴がはっきりしてるんですけど、ね、それそうなってくるとバイオリスト2人にもキャラクターもそれに一応すごく合ってるんですよ。なんかちょっと音色がちょっとそう、ちょっと山口さんはそういうなんかこうじっくりとね、はい、和音を作っていくタイプに向いてるし、はい、マロって言うんですけど篠崎さんはですね、まあ非常にこうやっぱりロマンチックに歌うのが得意だからね、そういう意味では非常に2人のキャラクターによく合ってていい演奏だったんですね、はい、はい、さていよいよ次はベートーベン唯一のバイオリン協奏でございます、はい